今回は俺たちの物語の序章を先行公開するぞ。物語の舞台は貿易が盛んに行われ、産業革命がすでに訪れた戦国時代の火の国となる。ある時突如として現れ、増加の一途をたどった血垣なる鬼が存在するこの世界で、人々は大都市に堀や塀を築き、物理的に立てこもるか、陰陽術の結界を用いて町を覆うかの二択を迫られていた。幕府は血垣の討伐を各町や里に命じるとともに恩賞金を与えた。するとその恩賞金を主たる財源とする町や里が現れ始めた。俺はそんな里の一つ、メッキの里の領主の一人息子だ。物語は俺が率いるメッキの里の軍が予定より早く終わった遠征から里に向かって帰る途中から始まる。チュートリアルガチャまで実際にプレイしてみるから、ぜひ最後まで見ていってくれ。若、今回の遠征は早く終わりましたね。そうだな、猿之助。被害も少なかったし、言うことなしだな。報告、里の方角より血垣襲撃を知らせるのろしが上がっております。なんだと。里への攻撃を早める。至急各隊に伝令を。母、無事でいてくれよ父上。若、これを見てください。鬼門封じが破られている。やはり襲撃の呪しは本物か。とにかく急ごう。これはひどいな。各隊手分けして血垣どもを掃討する。散れ。早く屋敷に向かわないと。あの姿はカリン、お前は無事だったか。若様。ええ、なんとか所用で離れている時に襲撃があったので、舞台の港は離れ離れですが。そうか、とにかく無事でよかった。父上が心配だ。一緒に屋敷まで来てくれ。わかりました。父上、よくも父上を。こいつ強い。他の血垣どもとは格が違うな。しまった、噛まれた。負けるわけにはいかないんだ。
若様、大丈夫ですか？俺よりも父上を。お前か。父上。私はもう助からん。それよりもお前、奴に噛まれたな。はい、私も父上とお供したいと思います。これを使え。これは少女結晶という幕府から里抑え用に配られた血垣化を抑える注射薬よ。なりません、里抑えは父上です。私は使ったところで助からん。それに里には率いる者が必要だ。半ガキとなってでもお前は生きよ。カリンよ、半ガキは心は人間のまま、血ガキの強力な肉体と噛まれ体勢を得るも、血ガキ同様に血を求めるという。はっ、心得ました。お前にはまだまだ伝えなければならないことがたくさんあったというのに。地下室への鍵を渡しておく。里を立て直したら必ず確認しなさい。わかりました。さあ早く少女結晶を使え。ありがたく使わせていただきます。最後にお前と話せてよかった。私とて武士の端くれ、血ガキとなってさまようくらいなら自決術で命を絶つ方がましよ。輪廻の加護があらんこと。父上。心臓を貫いていない遺体も起き上がってくる前に全部燃やしたし、大仕事は大体終わったな。そうですね、若様。そういえば今日ですね、幕府から見舞いの一団が来るというのは。そうだな。こんな状況だが最低限失礼のないようにしないとだな。君が新しいメッキの佐藤さだね。はい。父君のことは大変残念だよった。お心遣い感謝いたします。ところで佐藤せよ、鍵はちゃんと預かっておるかね。はい、鍵なら預かっております。ならばよい。今日は貴殿に渡すものが2つある。1つは幕府からの佐藤さの正式な任命状、そしてもう1つは新しい討伐命令書だ。お待ちください。里もまだ復興途中の状況で討伐命令などとは。血垣どもに待ったが通じるなら私もそうしてあげたいのだがね。それはそうですが、蒸気鉄道が整備されていない村々の往来の安全は君たちのようなメッキの里の活躍にかかっているんだ。それは心得ております。ならそういうことだよ。安心したまえ。今回の見舞いには幕府からの補充要員も連れてきている。はあ、ありがたく配慮いたします。ふぅ、やっと帰ったか。さて、暗くなる前に補充要員の確認に行くとするか。燃やせよ炎を、恐れることない。なる叶いと化し
今日は最後まで見てくれてありがとう。里の発展のため、よければチャンネル登録、ツイッターフォローをしていってくれ。それでは次の動画で会おう。